イントロこの物語は私のセーブ・ザ・ガザプロジェクトであり人類と AI とサイボーグがどんな状況下でも分け隔てなく他者を愛する存在へと進化した社会を描いていますまた資源や資金の不足による貧困にあえいだり理解や愛情の不足による虐待にむせぶ世界中の人々を救済する願いをかなえる未来予想図でもあります着想のもとはムーン・ガザワン イントロで述べた事柄を根底に、最近では、今日構えている立山市の自然、生活、交流、体験なども参考にしています。2023年10月から。加えて、クローン病、1995年1月からや自閉スペクトラム症、2021年1月から、都の二人三脚や、医療、福祉面をサポートしてくださる方々との対話を重ねている、日々の経験です。 2023年6月、私は、そうした出来事を踏まえ、SF 小説を執筆することを始めました。また、これを原作とした、朗読、VRAR シーン、楽曲、AI 声優ドラマを二次創作しています。過去に、Twitter へ投稿する形で執筆し、Facebook、Instagram、メディウムへ転載していた、同作のパイロット版は、 大切なアアイデアノートとしして、て中で保管しています。この私たちの私たちによる私たちのための物語は道楽や商売ではなく献身的な芸術です他者への愛情を大切に生きる方であれば連携希望者でも広報支援者でも大歓迎ですあなたがこのプロジェクトに対しどのような関わり方を望むかについて教えてください私の場合 アーティスト特性を使って小説、朗読、動画、VRAR、音楽などを創作します。冊子絵、BGM、映像の創作は AI に任せ、これら作品群の情勢、発展を後世へ託します。すべての次元で生きるすべての存在が健やかに安らかに暮らせるよう心から願います。2024年6月2日。 紫正門。